お待ちを。お二方はもしやかの有名な旅人さんとパイモンさんでは？うん、そうだけど、お前は誰なんだ？私はウィカス、学院祭企画委員会のメンバーです。お二方は学院祭をご存知でしょうか？それでここに来たんだ。おお、どうやら我々の宣伝もなかなかの効果だったようですね。学院祭に興味がおありなようでしたら、私から簡単に説明しても？学院祭というのは、教令院によって開催される賑やかな祭典で、極めて長い歴史を有します。具体的に説明しますと、学院祭は学院フェスと学院トーナメントの2つに分かれています。毎年開催される学院フェスでは、6つの学派がシティ内にブースを出展し、お客さんたちをもてなします。自分たちの学派の魅力を宣伝して影響力を高めるチャンスでもあります。対して4年に一度の学院トーナメントでは、6つの学派から1人ずつ代表が選出され、チャンピオンの座を競います。今年は学院フェスと学院トーナメントが同時に開催されるものですから、シティは今までにないほどの盛り上がりを見せているんです。いえ、当然のことをしたまでです。学院祭に関する質問に答えることはもとより私の責務。ましてやお二方にはお願いしたいことがありますので。ん？何かオイラたちに手伝ってほしいのか？はい、我々にとって今年の学院祭は大変重要なんです。実はクラクサナリデビ様は賢者たちと共にある計画をお立てになりました。教令院は来年、砂漠から才能ある者たちを募り学者にする予定です。ですから今回の学院祭では、砂漠に住む民を数多く招き、事前に教令院の雰囲気を感じてもらいたいと考えているのです。お噂ではお二方は雨林においても砂漠においても非常に名声がお高いとか。もしもお二方が学院祭に、特に学院トーナメントに参加してくだされば、きっとより多くの人々にこの盛大な祭典を知ってもらえると思うのですが。そうだぞ。それともまさかどっかの学派に入れっていうつもりか？でも学者になったら試験とか論文とかやらないといけないし。ご安心ください。学院トーナメントの参加者はすでに決定済みですので、お二方には特別評論員としてそれぞれの試合を観察し記録していただきたいのです。プレッシャーに感じていただく必要はありません。試合とこたびの学院祭を楽しんでいただければそれでいいのです。ある程度は報酬もご用意しておりますので、
お二方のお時間を無駄にするようなこともございませんよ。聞いた感じ良さそうだけど、お前はどう思う？後ほど学院祭の会場で司会者がそれぞれの参加者を詳しく紹介する予定ですよ。中にはあなた方のお知り合いもいるかもしれません。ま、これは後のお楽しみということで。どうです、この依頼を引き受けてくださいますか？学院祭を楽しめる上に報酬までもらえるなんてめちゃくちゃいいよな。学院祭のメイン会場はレグザー町付近の郊外にありまして、司会はカリーナと申します。彼女に状況を伝えれば手配してくれるでしょう。もうそろそろ学院トーナメントが始まる時間です。さあ、特別評論員のお二方、順調にいきますように。何かあればいつでも私にお尋ねください。他に何かご用でも？これからお見せするのは本トーナメントの商品です。莫大な賞金、プロジェクトのリソース、七星召喚の限定カード、そして彩色の冠をかぶる権利、これは皆さんご存知の通り栄誉の象徴です。あいつがヴィカスの言ってたカリーナだよな。今は忙しそうだから後で話しかけに行こうぜ。彩色の冠、実に完璧な芸術品だ。あれを見るといつもその美しさについ酔いしれてしまうわね。あれをかぶる資格のあるものはえりすぐりの天才でしょう。
でに彩色の冠をご覧になっている方や、その伝説を耳にしたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。20年前、サーチェンさんという学者が大枚をはたいてこれを買い取り、教令院に寄贈してくださいました。そして、こたびの学院トーナメントにおける莫大な賞金も彼からの支援によるもの。大会を始める前に、今日ここにはいない彼へ感謝の意を私から伝えさせていただきます。全てが悪くなっている。全てが悪くなっていく。全てが悪くなるしかない。人は争いをもたらし、争いは破滅を導く。罪悪の種は初めから党に。から呼びかけても返事がなかったけど、寝不足か？まさかまたオイラに隠れて夜更かししてたのかよ。さて、皆さんも大会の開始を今か今かと待ちわびていらっしゃることでしょう。それでは、いよいよ待ちに待った6名の学院代表の登場です。その名も、正論派代表ティナリ。ソロン派代表セノ。
メーロン派代表レイラ。シロン派代表ファルザン。ミョーロン派代表カーベ。そしてインロン派代表。おや、インロン派の代表はまだ到着していないのでしょうか。そんな風にやかましくて無意味な紹介はそこらでやめにした方がいい。え？おいおい、インロン派の代表がなんで？来ました、最後の参加選手、インロン派代表カサッチ。あいつカサッチっていうのか、見覚えがあるな。え、あいつが誰なのか知ってるのか。外国の学者だって聞いたわよ。何でも陰論派に席を置いてて、時事問題の分析に関する論文をたくさん書いたらしいわ。でも陰論派の学者のほとんどは彼の言葉遣いが気に入らないみたい。それにいつも神出鬼没で、ほとんど他人との関わりもないしね。そういった物議は別として、彼の掲げた多くの論点は結構的を射てるよ。インロン派はここ数年人材が枯渇している。何人かいる有名な人も今は教練員にいないから、選ぶに選べなかったんだろうな。なんか変だよな、あいつってこんな大会に出るようなやつじゃなかったよな。今6名の参加者が出揃いました。試合も間もなく開始です。今回の学院トーナメントのチャンピオンに輝くのは一体誰になるのでしょうか。乞うご期待。こうして見ると学院トーナメントってオイラたちの知り合いがたくさんいるな。そうだ、オイラたちってもうすでに特別評論員なんだよな。みんなの参加理由を知るのもオイラたちの仕事だと思うぜ。あとで挨拶がてら聞いてみようぜ。特にあいつだよな。ここにあいつがいるのはなんだか変な気がするぞ。
二人とも、また会ったね。ひひ、オイラたちも学院祭に遊びに来たぜ。しかも、今は特別評論員をやってるところなんだ。へえ、特別評論員が写真機で試合の過程を記録してくれるとは聞いてたけど、まさか君たちだったなんてね。まだ休暇中だから、これだけは言わせてくれ。とても面白いと思わないか？こんな偶然もあるんだな。まさにちょうど、グーには必ず善があるような。記憶が確かなら、お前たちってすでに卒業してないか？卒業してても大会に参加できるのかよ。やっぱりそういう反応になるよね。実を言うと、自分が学院代表に選ばれたって知った時は君たちよりも驚いたよ。後から知ったんだけど、教練院にいたことがある学者ならみんな参加資格があるらしい。卒業してるかどうかは関係ないんだ。そんなルールがあったのかよ。もちろん制限がないわけじゃない。例えば、賢者は参加禁止だし、大会に出られるのは一人一回だけだ。そう。それから、学院代表の選出方法は二通りあるんだ。一つは自分での応募、もう一つは学院の半数以上の学者に推薦される方法だよ。数多くの学者が自分からティナリ先輩のために票を集めたと聞いた。そんな後輩たちにはもっと学問に集中するようバシッと喝を入れたいって時々思うけどね。もちろん断ってもいいけど、よくよく考えてみたら僕にとってもいい機会だと思ってね。来月、ガンダルバー村で生態学普及講座をやるんだ。学院トーナメントに参加すれば、
大会の人気にあやかって事前に宣伝できるだろ。優勝できるかどうかは正直あんまり気にしてないよ。僕のお隣にいる誰かさんとは違ってね。ああ、残りわずかな休暇を利用してな。商品に七星召喚の限定カードがあると聞いて応募した。今回のカードは本当に貴重なんだ。逃すには惜しい。もしかして1枚限定の超強力なカードとかなのか？いや、ごく普通のカードだが、カードの表面はキラキラとした銀色のエフェクトで覆われている。え？それって何か役に立つのか？すごくかっこいい。それ以外で何に役立つのかって聞いてるんだけど。理由なんかそれだけで十分だ。俺は全力でチャンピオンを勝ち取り、そいつを俺のデッキに入れる。僕みたいにカードゲームをあまりやらない人にはわからないよね。まっ、みんなそれぞれの参加理由があるわけだから、驚くほどのことじゃないけど。だな。さて、他のやつの参加理由も聞きに行こうぜ。お前がスメールシティに来てくれるなんてな。アザールと彼の一派が失脚してからは、教練員の雰囲気もだいぶ良くなったしね。最近は先生も忙しくって、僕に説教する暇もないみたいだから、教練員に戻れと勧められることもない。だから最近はたまにスメールシティに来てるんだよ。ここは商業が発達してて、研究に使うものを買うのに便利だからね。絶対にあの限定カードを手に入れてみせる。スメールシティもあんまり変わってないな。手をつなぎましょう。賞金が入ればアルハイゼンの家から引っ越せる。試合の残酷さというものを先輩がお前たちに教えてやろう。私にメーロン派を代表する資格なんか。カーベ、パルザン、レイラー。ん？ああ、あなたたちか。どうしてここに？オイラたち特別評論員をやってるんだ。試合の過程を記録する係なんだぜ。ほう、ならばわしが優勝する瞬間をしっかり収めてもらわんとな。下から上を映す角度で後ろ姿をクローズアップでたくさん撮るんじゃぞ。その方がより先輩さが増すからの。決めつけはよくありませんよ。優勝するのはこの僕です。わしと争おうなぞ。100年早いわ。クシャレワーの小僧もルタワヒストのガキンチョもな。
先ほどからお聞きしたかったんですが、ファルザン先輩は私をご存知なんですか？ん？覚えておらぬのか？時々夜の図書館で会うじゃろうが。お前から声をかけてきたこともあるではないか。え？全く記憶にありません。おかしな話じゃな。まあ今はそんなことに構っておる場合ではない。わしはチロン派の名高き大先輩ファルザンじゃ。お前はメイロン派のレイラで間違いないな。はい。うむ、これで正式に知り合ったと言えるじゃろう。ほれ、至極簡単なことじゃろ。わしはお前のように先輩を尊敬する子が大好きなんじゃ。どうじゃ、この際わしの研究チームに入らんか？ファルザン先輩、それは学派をまたいでのスカウト行為になるんじゃ。あまり強要はしない方が。そんなことは分かっておる。じゃが近頃は本当に人員が見つからんのじゃ。研究経費にしたってあれっぽっちでは。ともかくわしが優勝すれば現状もきっと変わるじゃろう。もしかしてファルザンは研究経費を増やすために大会に参加したのか？それだけではないが。なんじゃ、わしの参加理由が気になるのか？うむ、そういえばお前たちは特別評論員じゃったな。そんな質問が飛び出すのも一家な不思議ではない。今は入学したばかりの新入生が多い時期じゃが、やつらもきっとこたびの大会には目を向けておることじゃろ。そんな中でわしが優勝すれば評判を聞いて駆けつけてくる学生も後を絶たなくなるはずじゃ。その上、優勝すれば学院内のプロジェクトリソースも得られる。研究経費についても一挙解決というわけじゃ。すまんな我が後輩たちよ。こたびの優勝はこのわしがいただく。私も頑張ってチャンピオンを勝ち取るつもりだよ。少なくとも見苦しい負け方だけはしたくない。レイラはなんで参加したんだ？なぜかすごくたくさんの人が私を推薦してくれたらしいの。応募してなんかないのに、目が覚めたらすでに名前が掲示板に載ってて。じゃあティナリとほとんど一緒ってことか。ティナリ先輩もそうなの？私すごく緊張してるんだ。みんなの期待を裏切ってしまわないか心配で、もう何日もよく眠れてないの。後輩よ、緊張することはない。失敗とは成長の過程で皆が経験する必須科目じゃ。でも先輩、私失敗したくないんです。まずいな、みんなそんなまともな理由で参加してたのか。絶対に言わなくちゃダメか。お、絶対に言ってくれ。オイラたちが記録してやるぜ。そのあれだ、わかるだろ、僕は不動産を買いたいんだ。あ、そっか、アルハイゼンのところから
から引く。アルハイゼン？なんだそれ。なぜそこであいつの名前が？おかしいな、おいらなぜか言い間違えちゃったぜ。つまりトーナメントの賞金で不動産を買いたいっていうのが理由なんだな。ああ、それからもう一つある。実はまだ僕が幼かった頃、父も学院トーナメントに参加したことがあるんだ。だが惜しくも優勝はできなかった。だから僕が優勝してあの冠をかぶれば、父の夢を代わりに叶えてあげられるかもしれない。その参加理由は悪くないな。良い心意気じゃ。まあこのわしがいる限り後輩が優勝できる確率は高くないが、仮にお前が彩色の冠をかぶることができたとすれば、お前の父親もきっと喜ぶと思うぞ。もうそれは叶わないのです。父は何年も前に亡くなっていて、砂漠へ旅行に行って運悪く流砂に遭遇してしまったらしい。まさか後輩にそんな過去があったとは。それは気の毒じゃったの。もう過ぎたことです。人は今を生きなければならない。さ、話を変えましょう。僕のせいで気まずい雰囲気になったらいけない。うむ、よかろう。さっき賞金で不動産を買いたいと言っておったが、自分で住むようにか？というか今はどこに住んでおるんじゃ？それはちと変じゃな。さっきはアルハイゼンの名も聞こえたが、あやつはわしらチロン派の人間じゃろ。お前たち何かわしに隠しておる秘密でもあるのか？そんなことはありませんって。考えすぎですよ。おいらは何も知らないぞ。さてさて、他の参加者にインタビューしてくるぜ。全部丸に。賞金が入ればアルハイゼンの家から引っ越せる。気になっていたんですが、ファルザン先輩とカーベ先輩はどうやって知り合ったんですか？前に難問に遭遇してさ、図書館で方法を考えていた時、ちょうど通りかかった先輩にいろいろ指図されたんだ。指図じゃと？指導と言え指導と。ふん、正直クシャルワー学院の問題になど答えてやるつもりはなかったんじゃが、
後輩の態度も悪くなかったから、ちょいとばかし具体的に話したまでのこと。わしは今はチロン派の学者じゃ。今度からは言語と文字に関する問題を聞きに来るといい。僕を見透かせるとでも思ったかい？僕を見透かせるとでも思ったかい？お前はカサッチ。陰謀派にはその名前で登録してある。カサッチってどう考えてもあだ名だろう。名前に聞こえないぞ。いたって普通の名前だろ。何がいけないんだい。わかった。それじゃあカサッチ、お前はなんで学院トーナメントに参加したんだ。オイラたちは特別評論員なんだ。ちゃんと質問に答えてくれよな。質問に答える気はない。たとえマハマトラが来たって無駄だよって言ったらどうする。お前ふん、今回の目的は誰にも言わないって人と約束しているとだけ言っておこう。まさか裏で何か企んでたりしないよな。さあね、僕が何をする気か当ててみてよ。なあ、もう頭きたぞ。もういい。じゃあ参加した理由じゃなくて他の質問をしてやる。お前一体なんで陰謀派に入ったんだよ。まったく、本当に根掘り葉掘り聞くのが好きだね。これ以上何も答えずにいたら、君たちの口うるさい話を延々と聞く羽目になるっていうのかい？陰謀派に、タタラスナ事件を研究している赤羽という学者がいると聞いてね。いくつか文章を書いて彼の観点に異論を唱えたのさ。その後暇だったからついでに稲妻の社会問題についても少し批評した。だけどよもや陰謀派のやつらに学友だと思われてしまうなんてね。挙句の果てには講座に来ないかなんて言ってくる者まで現れた。どこまでも愚昧な奴らの独りよがりな思い込みさ。少し話せば解ける程度の誤解に過ぎなかった。それなのに
この件を知ったクラクサ・ナリテビが勝手に僕の陰狼派の学籍を手配したんだ。カサッチという名前でね。話はここまでだ。僕よりも他の人に目を向けた方がいい。もうじき誰かが不幸に見舞われる。さて、それは誰だろうね。お前、やっぱり全然気の抜けないやつだな。こいつ相手には警戒を解いちゃダメだぞ。しっかり見張っておこうぜ。カリーナの方は落ち着いたみたいだな。話を聞きに行こうぜ。僕を見透かせるとでも思ったかい？話は聞いています。ヴィカスが招待した特別評論員のお二人ですね。先ほどはお話が盛り上がっていたようですので、お邪魔しないようにと近くで待っていました。今お時間をいただいてもよろしいですか？オイラたちもちょうどお前と話したいと思ってたところだ。それはよかった。では特別評論員の詳しい仕事についてご説明しますね。まずこの2つをお受け取りください。1つ目は評論員特製の写真機です。これを使って試合の記録をお願いします。2つ目は試合専用のアラートデバイスで参加者の位置をマークしてくれるものです。参加者が試合の任務を完了した際も音で知らせてくれます。なんだかすごく便利そうな道具だな。あなた方以外にも評論員は2名います。ですが彼らは基本的に評論席の近くにいることになるので、それぞれの参加者の行動を記録することはありません。そういえばお二人のことはあなた方もご存知のはずですね。アルハイゼンさんとニーローさんですよ。お、あいつらだったのか。後で挨拶に行っておくぜ。はい、私からは以上です。他にご質問はありますか？え、どうしてそのようなことを？そうなんですか？私は気がつきませんでしたけど、いつその方をご覧になりました？うん、おかしいですね。あの時は私もずっと舞台上にいたのですが、誰も見ませんでしたよ。うん、オイラも見てないぜ。きっと見間違いでしょう。でももしまた新しい手がかりを手に入れたら、お気軽にご連絡ください。旅人パイモン、久しぶりだな。ディシア、それにキャンディスも。お前たちも学園祭に来てたのか。ご友人のようですね。それでは私はここで失礼します。どうぞ学園祭をお楽しみください。
教令院から招待状が届きまして、リシアと一緒に見に来たんです。村の人たちからも外出を勧められて、彼らの行為を断れなくて。来たからにはそんな複雑なことは考えるなって。学院祭はお祭りとまではいかないが、スメールシティじゃみんな知ってる盛大な会なんだぜ。四方八方から商人がやってきて出店するんだ。食べるものから使うもの、着るものまで数えきれないほどな。前からあんたには何着か服を買ってやりたかったんだ。仕事とプライベートで同じ服を着てるやつがいるかっての。はい、私もとても楽しみです。こうして肩の力を抜いて辺りを散策できるだけでもとても嬉しいですから。旅人パイモン、あんたらも一緒に来るか。ねえ、一緒に行きたいのは山々なんだけど、オイラたちまだ仕事が残ってるんだ。そいつは残念だ。時間が空いたら一緒に買い物にでも行こうぜ。じゃあ私たちは先に行くぜ。いい服もいい生地も早いもん勝ちだからな。出遅れたら逃しちまう。おっと、それからアクセサリーもいくつか買わないとな。急がずゆっくり回った方がきっと楽しいですよ。ではお二人ともさようなら。一息ついたらいつでも会いに来てくださいね。まさかディシアとキャンディスも来てるなんてな。あいつらと一緒に遊ぶのが楽しみだぜ。あ、そろそろ試合が始まるみたいだ。アルハイゼンのところに行ってみようぜ。これより規定に従い、第一ラウンドの試合内容を説明する。実は先ほどの開幕式で、教令院のスタッフたちがカゴいっぱいの蝶をいくつか放った。今や相当の数の蝶が、スメールシティ内を飛び回っている。それら蝶の中に、3匹だけ特殊に飼育された、迅速飛翔がいる。一般の蝶とは外見が異なり、飛行速度も少しばかり速い。本ラウンドの目標は、迅速飛翔を捕まえ、俺の元に持ってくること。蝶を見つけたのが早かったものから、それぞれ3ポイント、2ポイント、1ポイントを獲得できる。以上が、第一ラウンドの試合内容だ。不明点については、他のスタッフに聞いてほしい。アルハイゼンも相変わらず市場は一切挟まないって感じの仕事ぶりだな。っていうか、どういう経緯であいつは特別評論員になったんだ。すっごく気になるぞ。この広いスメールシティで他のとは違うたった3匹の蝶々を見つけるなんて、どう考えても不可能。
迅速飛鳥の習性が一般的な蝶と似たものなら。俺は先に行く。スメールシティをくまなく捜索するには結構な時間がかかるからな。え、もう行くのか。勝者とは常に勝利への道を歩むものだ。クシャレワーの後輩よ、わしに一つ計画がある。どうじゃ、わしと組まんか。一緒に組む。こういう難しい試合になるとみんなそれぞれの考えがあるみたいだな。こっからがオイラたちの出番だよな。まずはあいつらの反応を見てみようぜ。お、おい見ろよ、あいつもオイラたちと同じように他の参加者を観察してないか。やっぱり油断できないやつだぜ。前にわしらが作ったものを覚えておるか。それってあやつらの出番じゃよ。神戸とファルザンは一体何を計画してるんだ。ああ、今ファルザン先輩と。待たんか、ここは人目が多い。今はまだ秘密にしておいた方がいいじゃろ。安心せい、お前たちもじきに見られる。さあ行くぞ、他の奴らより先に動かなくてはな。よし、善は急げだ。今すぐ準備に取り掛かろう。じゃあまたな。うん、必要なのはこれくらいかな。何か問題はありそう。薬はほとんど持ってきてるよ。残りも買えると思う。コレイ、お前も来てたんだな。ティナリ、何かいい方法を思いついたか。たとえ変異体であっても生物の基本的習性が大きく変わることはないと判断したんだ。だからその習性を利用して迅速飛鳥をおびき出そうとしてるところ。もちろん僕の推測が間違っている可能性もあるよ。変異というのは全く新しい可能性を意味するからね。特に人工的な誘導による変異ならなおさら。詳しくは実験が終わった後にまた話すよ。今はコレイと実験に必要な薬剤を買いに行かないといけないんだ。また後でね。どうすればいいかまだ全然思いつかないんだ。迅速飛鳥って何色なのか、特別な模様はあるのか、普通の蝶々と何が違うのか。
こういった一番基礎的なことすら分かってない。今まで学んできた知識が全く役に立たなくて。君たち、星を研究する者は有能なんだろ？占星術を使えばいいじゃないか。あなたは、カサッチ選手？もしかして、昼は占星術が使えないのかい？どうやらあまり役に立たない技術のようだ。ううん、昼だとしても占星術を使う方法はあるよ。聖板があれば。じゃあどうして使わないんだ？アストローギスト・モナメギストス先輩が言ってたんだ。占星術で自分に属さない利益を過度に求める者はいずれ星空の祝福を失うことになるって。あ、これは学術刊行物で読んだの。私、モナ先輩の書き物が好きなんだ。考えすぎだよ。力なんてものは道具に過ぎない。君には冠をかぶる決意がないようだね。その甘い考えのままで、せいぜいあがくといい。勝手にいろいろ言っておいて勝手に言っちゃったぞ。ごめん、私何か間違ったことを言っちゃったかな。ありがとう。やっぱり占星術は使わないでシティで運試ししてみるよ。実は私、観察が得意なの。運が良ければあの特別な蝶々を見つけられるかも。早くシティに行こう。瀬野様が迅速市長を見つけたらしい。本当か？どこだ？蝶は高いところを飛んでいて、瀬野様が今追いかけてるところみたいだ。今すぐ行こう。さすが瀬野先輩。あなたたちも見に行った方がいいんじゃない？瀬野先輩が蝶々を捕まえる瞬間はきっと記録しておいた方がいいよ。後で私もシティに行って探すから、またその時に会おう。うん、じゃあ先にセノのところに行ってから他の奴らを見に行こうぜ。私もそろそろ行こうかな。シティあたりで運試ししてみるよ。材料はもう買えたし、
次は作るのを手伝ってもらおうかな。はい、師匠。つなぎましょどこかいい場所でも見つけて。全部丸見えね。これだけ放てば心配ないだろう。わしを信じろ。絶対に大丈夫じゃ。動くな。捕まえた。お、どうしたんだよ、セノ。探していた蝶じゃない。これは。やっと上まで来られた。セノ、迅速飛鳥を捕まえたと聞いた。どんな見た目なのか見せてくれ。って、僕が放ったおとりじゃないか。まったく、こっちを捕まえてどうする。またんか、後輩よ。考え方を変えれば、お前の作った偽の蝶はセノをも騙せたということじゃ。素晴らしいとは思わんか。ああ、前に室内のデザインをした時、壁の造花があまりにも単調だったから、一人でに動く機械仕掛けの蝶を飾りとして置こうとしたことがあるんだ。その際、小型で敏捷な機械の蝶を作るために、わざわざファルザン先輩にご指導をいただいたのさ。そして今回、僕とファルザン先輩はその機械の蝶を全てシティ内へ放った。
それって何の意味があるんだ？ふん、そんなことも聞かねばわからんのか。今の若者は本当に見識が狭いの？お前たちはあれをやったことがないのか？竹竿に髪をくくりつけ、それを花畑で振り回して大量の蝶をおびき寄せる遊びを。ないな。ん？まさか。そうじゃ、スメールシティ内の蝶はわしらの機械おとりを同類とみなし、その後をついていく。わしらはおとりを放って回収するだけでシティ内の蝶を一網打尽にできる。迅速飛鳥の選別は後からすればよい。知恵を舐めるでないぞ。わしは試合の内容を聞いた時にはすでに勝利の方法を思いついておった。もちろん後輩がこれほど良い出来の機械の蝶を作ったおかげでもある。どうやらクシャレワーもここ数年無駄に流られておったわけではないようじゃな。少なくとも教育においては成果を出せた。僕は得意なことをやったので、アイデアは先輩のものですよ。謙遜するでない。シティ内の蝶を一網打尽にしたらこのラウンドの試合ポイントを分け合おう。見ろ、すでに機械おとりが戻ってきておる。お？なぜおとりの後ろに何もおらんのじゃ？わしはとうとう老眼にでもなったのか？そうじゃなくて本当に何もないぞ。お前たちの方法が役に立たなかったみたいだ。どうやら試合はまだ続いているようだな。俺は他の場所を探してこよう。おかしい、まさか何か他のものに蝶は注意を引かれたのか？行くぞ後輩、おとりが飛んできた方角を探すのじゃ。オイラたちも見に行ってみようぜ。の若造の仕業じゃったか。あ、ディナリだ。不思議だろ、蝶がここに集まっているのは僕が特別なお香を使ったからなんだ。お香の中には種類の異なる花の蜜を3つ入れた。
蝶がその香りをたどってここへ来れば、次第に僕の周りに集まるようになる。じゃあ、蝶々は鼻がよく効くんだね。でも、蝶々に鼻ってあるの？見たことないけど。蝶に鼻はないよ。目も良くないしね。でも、蝶は触覚で匂いを分別することができる。しかもその嗅覚はとても発達していて、遥か遠くにある花の香りも感知できるくらいなんだ。そうだったんだ。僕も昔蝶々を飼ったことがあるよ。外で取ったお花を飼育ケースに入れたことがあるけど、食べてくれなかった。それが普通だよ。蝶の飼育は難しくないけど、注意すべき点がいろいろとあるんだ。例えば、気温が適しているかどうか、空気が足りているかどうか、十分な空間があるかどうかとかね。それから、餌が彼らの好みに合っているかも考えなくちゃならない。一番重要なのは、好奇心に駆られたからといって蝶の休息を邪魔しないこと。ストレスを与えてしまうからね。ごめんなさい。僕、いつも指で羽をつついてた。人間は観賞用に生き物をたくさん飼育するけど、すべての生き物が飼育に適しているわけじゃないんだ。命を世話するというのはとても大変なんだよ。少なくとも事前に関連知識を学ぶことだね。一時の衝動に駆られちゃいけないよ。すごいものシーンなんだな。俺も一つ聞かせて。前、成菌中を一匹飼ったんだけど、ずっと元気がないみたいなんだ。どうしてか見てほしいんだけど。私、迷彩蝶を飼いたいんだけど、何か注意しなきゃいけないことはある？リシュボラントラって飼えますか？うん、みんな聞きたいことが山ほどあるみたいだね。でも僕は今学院トーナメントに参加してる最中で、あいにく答える時間がないんだ。こうしよう。来月ガンダルバー村で生き物に関する普及講座を開くから、その時に生き物の面白い知識について話すよ。もし興味があったら聞きに来て。それと、聞きたい質問も事前に用意しておいてね。講座が終わったら、すべて答えてあげる。やった！絶対行くよ！それから、質問は常識の範囲内でね。例えば、リシュボラントラが飼えるかどうかだけど、
それは君がリシュボラントラに勝てるかどうかによるからね。ティナリも順調に講座の宣伝ができてるみたいだな。結構いい感じだぞ。まずい、うっかりわしも聞き入ってしまったわい。さすがはコレイの師匠、幾分か講師の貫禄がある。先輩、近くを調べたんですが、ここの蝶はほとんどが王侯に引き寄せられてしまっています。機械おとりをもっと遠くへ放って、このエリアを避けるべきですよ。ならば行動を起こすか。蝶を全部取られてはならん。なんか試合が白熱してきたな。他の参加者は何をしてるのか見に行ってみようぜ。匂いがだんだん薄れてきてるね。風が思ったより強い。これじゃお香も長くは持たない。全部丸見えね。手をつなぎましょう。探したんだけど、まだ迅速秘帳を見つけられてないの。でも蝶々によく似た機械のからくりなら何匹か捕まえたよ。一体どこから来たんだろう。どうやらどこもかしこもファルザンとカーベの放った機械の蝶でいっぱいみたいだな。もう少し頑張って探してみるよ。あ、でもね、さっき気づいたんだけど、シティにいた蝶々が結構減ってるの。多分他の参加者が捕まえる方法を思いついたのかも。私も注意深く観察しなきゃ。ん？あ、これってまさかここで会えるなんて。あとは捕まえればいいんだよね。止まってて、あ、行っちゃった。すごい速さだったぞ。アルハイゼンのやつ、何が飛行速度も少しばかり速い。だ、そんな程度じゃなかったぞ。待って、行こう。アラートデバイスが鳴ったぞ。誰かが迅速市長を捕まえたみたいだ。うわ、アラートデバイスがまた鳴った。
にも終わらせたやつがいるのか。ってことはレイラが今追いかけてるのが最後の迅速飛鳥ってことかよ。はっ、ああ今思い出したんだが、あんたにもメイクボックスを買わないとな。いいですよ、どうせ使いませんから。普段は使わないかもしれないけど、手元に一つ置いておいたって損はないだろ。まあまあ、私を信じろって。お、誰だ、私に何か用か。動かないで。動くなだと、誰の差し金だ。リシア、安心しろ、ちょっとしたトラブルさ。で、何するんだよ。これを探していたのですね。はい、どうぞ。小腸？私の頭に止まってたのか。あなたは。お久しぶりですね、レイラさん。友達か。あ、もしかして前に言ってた。おい、お前らいつの間に知り合ってたんだ。ああ、だいぶ前からだよ。初めての無憂から目が覚めた時、なぜかアール村にいたの。その時キャンディスさんのお世話になって。ええ、具合があまり良くなかったようなので食べ物をご馳走したんです。その時レイラさんからはいろいろと難しい話もお聞きしました。占い、夜空、夜星、どれもロマンチックな響きです。あ、それよりもこの蝶々はいりますか。この子を追って走っていらっしゃったのが見えたのですが。私には必要のないものです。あなたもいらないようでしたらこのまま放ちますが。遠慮するな、受け取ってくれ。迅速飛鳥ってめちゃくちゃ素早いのに、あんなに簡単に捕まえるなんて。そうですか、私はそれほど早いとは。逆に傷つけてしまわないか心配でしたよ。何事もなく捕まえられてよかったです。さっきは悪かったな、いきなり近づいてくるもんだから。てっきりどっかからの刺客かと思ったぜ。まあ目に夜更かしのクマがある刺客なんていないか。あんた試合に参加してるのか。それがどれだけあんたにとって重要だとしても休息はきちんと取れよ。はい、気をつけます。ありがとう。じゃあ私たちは買い物の続きをしてくるぜ。またな。オイラたちもレイラと一緒に迅速飛鳥を連れて戻ろうぜ。
最後の迅速飛鳥も揃ったようだな。第一ラウンドの試合はこれで終了だ。第二ラウンドも引き続き頑張ってくれ。解散。アルハイゼンさん、相変わらず締めの挨拶が急だね。ニーロ、君もこういうスタイルを取ればより自由に生きられると思うよ。ちょっと待った、1位と2位は誰だったんだ？1位はティナリさんだよ。2位はまだ相談中なの。おいアルハイゼン、いい方法を思いついたぞ。2位は2ポイント獲得できるんだろ。僕とファルザン先輩で1ポイントずつ分ければいいじゃないか。君の想像力には感服せざるを得ない。だがトーナメントのマニュアルには初めから最後に至るまでそんなルールはない。なら今付け加えろ。そんなことを俺がやるとでも？僕の優勝を邪魔したいのか？その甘い考えを書面でトーナメント委員会に提出してみるといい。3営業日以内に返事がもらえるだろう。いくらなんでも遅すぎる。仕方ないだろ、夢を見るにも時間は必要だ。そっか、2匹目の迅速飛鳥はカーベとファルザンが同時に見つけたんだな。でも試合のルールじゃ一人しかポイントがもらえないんだ。仕方ないの。わしを敬って先輩と呼び、謙虚にアドバイスをもらいに来た過去に免じて、今回のポイントはお前に譲ろう。じゃあポイントは河辺さんにつけるね。いやダメだ、僕がポイントを取ったらファルザン先輩の功績が全てなくなってしまうじゃないか。たとえ先輩がいいと言っても僕は平然と受け入れられない。わしは気にしておらんぞ。まだ2試合も残っておるんじゃ。1試合目を逃したところで構わん。じゃがそんなにこだわるのであれば、わしもいい方法を思いついておる。くじ引きで決めるのはどうじゃ？くじか。何か問題があるか？いや、その方法でいきましょう。じゃあくじ引きに使う紙を用意してくるね。ちょっと待ってて。はあ、本当にもう。すまんな後輩、どうやら運はわしを味方してくれたようじゃ。これは先輩が受け取るのが当然です。僕はただ自分の運の悪さを嘆いているんだ。はあ、これだから普段の生活でもいろいろと悩みが絶えないんだろう。確かに運が悪いくせにくじ引きで勝負を決めてもいいというものはそういないだろうな。君なんかに何がわかる。僕はただ。弁論は後で聞こう。ポイントはファルさんにつける。これで第一ラウンドの試合は終わりだ。第二ラウンドの試合は砂漠で行われる。その際は俺たち評論席側の者も
アール村に移動する。時間になったらアール村で集合しよう。第二ラウンドの内容はその時に説明する。それまでは自由行動だ。俺は速やかに帰らせてもらう。それでは。アルハイゼン！カーベさん、あんまり落ち込まないで。ため息をつくと運気が逃げちゃうよ。そうなのか？じゃあ深呼吸をしたら失った運気を取り戻せるな。大したことじゃない。たかが2ポイント。これで勝敗が決まるわけでもないんだ。次のラウンドは必ず勝ってみせるから、しっかり見ててくれ。どうやら立ち直れたようじゃな。じゃが砂漠はわしの知り尽くした場所じゃ。わしに負けぬよう頑張るんじゃぞ。大丈夫です。僕も砂漠は初めてじゃない。さて話はここまでにしよう。さっさと行ってあっちの環境に慣れておかないと。今のところティナリが1位でファルザンが2位、レイラが3位だよな。次の試合が始まるまでは一息つけるみたいだな。まずはどこから回ればいいんだろう。お二人ともお悩みのようですね。学院祭をどこから回ればいいか決められないのでしたら、いいアドバイスがありますよ。我らが会長に聞いてみるのはどうです？ん？会長って誰だ？オイラたちも知ってるやつか？もちろん、スメールで一番有名な商人、誰一人知らぬ者はいないサングマハベイ様のことです。ドリーだったのか。はい、会長の使いでお二人にお知らせするために来たんです。スメールシティ北門で会長がお待ちですよ。ゴリはゴリは旅人にパイモンではありませんの。ドリー、やっぱりお前だったのか。お前も学院祭に来たのか。当然ですわ。学院祭の期間中はスメールシティを出入りする人が後を絶ちませんもの。商売にはいい機会ですの。ここはスメールシティの入り口であり、学院フェスのブースにも近い。顧客に困ることありませんわ。もうすでにモラが袋に入る音が聞こえるようですの。モラさあさあ、私のところで買い物でもいかが。何でもござれ、本物だけを取り扱っていますのよ。じゃじゃ、おいしいもんとかないか。せっかくの学園祭ですのに食べ物にしか目がないなんて。もちろんありますわ。でもよりお得なものを選ぶことおすすめいたしますわよ。おーらららららら、学院フェスが間もなく始まりますの。学学派は小さなチャレンジも用意しておりますわ。あ、
きな声では言えませんよ。私の商っているスーパーウルトラマフ薬を食べると、しばらくの間反応と動きが素早くなって力が満ち溢れてきますの。これがあればどんなチャレンジもお手の物ですわ。オイラたちには必要ないな。それくらいの挑戦、オイラと旅人なら楽勝だ。後で学院フェスで腕を披露してくるぜ。オイラ、美味しいもんが食べたいんだ。お前のとこにないなら他を渡ってくるけど。わかりました、わかりました。チリも積もれば山となるですものね。何を召し上がりたいんですの。そうだな、すっごくお腹が減ってるから、タフチーンはないか。あららら。探してみますわね。こりゃとんでもないお仕事だ。もしこいつが成功したらえらいことになるぞ。はいはいはい、タフチーン2つお受け取りくださいませ。おー、ほら、サングマハベイ様のもとには何でもあると申し上げましたでしょ。の知り合いか。怪しいものでもいたんですの。まさかまさかまさか、他にも目をつけているものが。くぎぃ、ロリ、お前何か知ってそうだけど。誰をご覧になったかは存じ上げませんけど、確かに私は学院祭に関する独占情報を握っていますわ。興味がおありでしたら、また後で私と取引してくださいまし。
覚えたわよ。はびこりなさい。
Thank you.
覚えたわよ。クマ、前回よりもひどくなってるみたいだけど、大丈夫かい？河辺先輩、ご心配ありがとうございます。ここ数日、ちょっと眠れなくて。寝なきゃダメっ
って自分を催促しても頭の中には試合のことばっかり浮かんできちゃって、気がついたら朝になってました。わかるよ。設計図に苦しめられている時の僕もそんな感じだ。河辺先輩はそういう時何かいい解決法がありますか？正直ないね。というか物事の大半にはすぐ効くような解決法なんかないんだ。ただ我慢し続ける、それか終わるまで何とか持ちこたえるしかない。病気みたいなものかな。症状に合った薬を出せない時もあるから、そんな時は自然に治るまで待つしかない。何に悩んでいるのかは知らないけど、あなたは強い焦燥感とプレッシャーに苛まれてるように感じる。でももうすぐ試合が始まるよ。元気出して。はい、試合お互い頑張りましょうね。全員集まったようだな。これから第2ラウンドの試合内容を発表する。このアール村付近のエリアに地脈干渉機を3台埋めた。この機械は地脈の乱れをシミュレートできるもので、常にエリア一帯の環境に干渉する。君たちの目標はそれを停止させることだ。最初に試合目標を達成できた3人は、機械を止めるのが早かった順にそれぞれ4ポイント、3ポイント、2ポイントを獲得できる。強調しておきたいのは、一人が持っていける水と食料の量は決まっているということだ。また試合エリアから離れた場合、本ラウンドを棄権したとみなされる。後輩、どうじゃ？今回も協力せぬか？前のラウンドでの働きに免じて先に点数を取らせてやってもよいぞ。先輩、今回は必要ありません。この辺りには何度も来たことがあるし、機械は僕の得意分野ですから。地脈干渉器を見つけるなんて僕にとっては造作もない。よかろ、若者が自信を持つのは良いことじゃ。わしもここいらには詳しいからな。どちらが先に機械を見つけられるか見ものじゃな。じゃが、わしら以外にも有力な優勝候補が一人いる。気をつけんと。有力な優勝候補、誰だ？ほれ、見えるじゃろ。ティナリのやつじゃよ。前回は奴が1位を取ったじゃろ。もし今回もまた奴が最初に機械を止めるなどということがあれば、もう学院トーナメントは終了宣言を出してもいいくらいじゃろ。お前たちは少し前にアビディアの森の地脈漏出問題を解決したと聞いておる。今回も機械が模擬した地脈の乱れなんじゃ。奴にとっては慣れたもんじゃろ。そうだな。そう言われてみると確かにティナリの優勝する可能性は高そうだぞ。あいつにはもうホレイのような良き弟子がいるのじゃ。その上優勝まで取られたら後輩ばかりがいいとこ取りではないか。
先輩としてこのような不公平な状況は止めねばならん。わしは先に行くぞ。僕も行くよ。じゃあまた。平気か？今はまだ平気。まあやってみるしかないね。水、これだけなの？ごめんなさい、試合のルールなの。このラウンド、機械を止めるスピードを競い合わせるように見せかけて、実は劣悪な環境での生存能力も見てるんだ。やっぱり私が予想してたのよりはるかに難しい。即戦即決で機会を見つけるか、体力を温存してチャンスを待つしかないか。わかった、私も砂漠に行ってくるよ。ありがとう。うんうん、安全に気をつけてね。よし、みんなもう出発したな。今回はまず誰のところに行こうかな。そうだ、ファルザンのやつ、ティナリが今回の優勝候補だって言ってたよな。まずはティナリを探しに行こうぜ。日差しは一段と強いな。眩しすぎる。はあ、何の問題もないなんて可能性はなさそうだな。様子を見に行っておかないと。前のよりもめんどくさそうだね。ま、焦る必要もない。座れる場所でも探して、彼らがあがいてるところを眺めようかな。痛くしちゃうか。干渉器をどこに置いたんじゃ？はびこりなさい。いざ！岩山八九、逃げ道はありません。はびこれ。次こそは、ねえ、いや、ちょ、ねえ、
コサックギツネ、どうしてこんなところに。うわぁ、僕の服に噛みつくな、バッコラ。見切りました。するね。覚えたわよ。暑さのせいか。もしかしてティナリは砂漠で動くのに慣れてないのか。そうなんだ。いつもなら砂漠に来るときはこういう状況を避けるために水を大量に用意するんだけど、今回の水はすぐに飲み切っちゃった上に血脈の乱れのせいで頭がクラクラし始めて。そういえば、実は僕の祖先のワルカシュナは砂漠から来た種族なんだよ。でも種族の移動というのは往々にして元いた環境への適応能力を失わせてしまう。今はそんなことを言ってる場合かよ。早く水を探さないと。人というのは本当に脆くて弱いね。血肉でできた体は外の環境の急激な変化にも対応できないんだから。ほら、彼に飲ませなよ。この水は普通の水だよな。おい、もう行くのか。あいつって何考えてるのか本当にわからないよな。とにかく今はティナリに水をやらないと。ありがとう。ちょっとマシになった気がする。助けたのはオイラたちだけじゃないぞ。実はさっき、やっと見つけた。セノ、お前も来たのか。
少し心配だったから来てみたんだ。まだ続けられそうか？尻尾の毛がもうパサパサ。これ以上無理して続ける必要もないかな。やっぱりこのラウンドには向いてなかったみたいだ。それなら R 村に戻って早めに休んだ方がいい。第1ラウンドの点数があるからね。第2ラウンドで全く収穫がなくても次のラウンドで逆転できるチャンスはまだある。今諦めれば次のラウンドのために体力を温存できるしね。このまま続けても意味ないよ。賢明だ。俺たちが送ってやる。いいよ、一人で戻れるから。気にするなって。オイラたちに遠慮はなしだぞ。行くぞ、R 村へ出発だ。ちょうど日陰がある。少し休めるな。君たちの言う通りにするよ。先輩、ティナリ先輩、それに旅人とパイモン、レイラもここにいたのか。うん、日差しが強すぎるからここでしばらく隠れてるの。
もしかして先輩たちはもうすでに試合の目標をクリアしたんですか？そんなに僕はすごくないよ。棄権するつもりでセノと旅人にアール村まで送ってもらってるところなんだ。危険？そんなこともできるんですか？ルール上は問題なかったはずだよ。試合の範囲から離れれば危険とみなすってアルハイゼンも言ってたし。始まる前に大丈夫かと聞いただろう。その時に棄権していればこんな目に遭うこともなかっただろうに。とりあえずはやってみないと。やってみてできないって分かった時に初めて諦めたって遅くはないだろ。戻ったら絶対に日焼け止めオイルを何種類か作るよ。次に砂漠に来ることがあればやっぱりちゃんと事前準備しておかないと。そういえばレイラ選手だったよね。君もあまり体調が良くなさそうだけど大丈夫？砂漠に入ったばかりの時はちょっとめまいがしてたんですが、ここでちょっと休んでだいぶ良くなりました。無理するなよ。心配しないで。私はただプレッシャーを感じるのか？セノ先輩にはわかるんですか？罪人が尋問されている途中、お前と似たような表情を見せることがある。正直、今でも一体全体、自分のどこにメイロン派の代表になる資格があるのかわからないんです。みんなが私に票を入れたのはほとんど噂が理由だと思います。でも私からしたら噂なんてすごくふわっとしたものだし、むしろその期待に戸惑ってしまうんです。今回は普段からよく私を批判してる人までが私に票を入れてくれました。だから私も何とかして報いないとって思って。その期待が君にプレッシャーをかけたの？はい。ティナリ先輩も投票で選ばれたって聞きました。先輩はどうやってそのプレッシャーに対抗してるんですか？正直、プレッシャーは特にないかな。まず、君にかけられた期待は、必ずしも善意だとは限らない。本当に君のことを思ってる人は、君に無理なんてしてほしくないと思うよ。
それから僕たちは学者だ。学者の本分は知識と関わることであって、他人の期待に応えることじゃない。僕が試合に来たのも、来月ガンダルバー村で開催される生態学普及講座の宣伝のためなんだ。もちろん試合では自分の全力を尽くすつもりだけど、目的以外のプレッシャーをあえて感じるつもりはないかな。君は何か明確な目標を一つ見つけた方がいいと思うよ。それで少しは良くなるんじゃない？なるほど、よくわかりました。ありがとうございます、きなり先輩。いっぱい喋って喉がまたカラカラになっちゃった。俺の水筒にまだ少し残っている。いいって、もうアール村までそう遠くないし、自分で歩いていける。君は限定カードが欲しいんだろ。早く戻って試合を続けて。安心しろ、俺はお前の意志を背負って戦い続けてやる。僕が死んだみたいに言わないでくれる？旅人、パイモン、それとレイラ、先に行くよ。試合が終わったらまた会おう。俺も引き続き地脈干渉器を探しに行ってくる。レイラ、良くなったか？うん、きなり先輩と話してだいぶ良くなった。故郷から教令院へ来て結構経つ。ここでの毎日は本当に大切で、もちろんちょっと大変でもあるけど、複雑で多彩な聖書を設け、数えきれないほどの小テスト、知恵を振り絞ってやっとの思いで終わらせる論文、巨大な石が一つまた一つと転がってきて、ずっと前に前に走るようにってせかしてくるみたいで。学院代表に選ばれた時、後ろにある巨大な石がもう一つ増えた気がしたの。毎回目を閉じると思っちゃうんだ。もし今回やらかしちゃったら、絶対たくさんの人を失望させちゃうんだろうなって。うん、多分ティナリ先輩も私にそう言いたかったんだと思う。あなたたちは棄権するティナリ先輩を止めたりしないし、私に失望したりもしない。だって友達だから。そうだぞ、だからレイラも憂鬱になるなよ。うん、ティナリ先輩はより明確な参加目標を持てって言ってくれた。今の私にはまだないけど、しっかり考えておくよ。もうこれ以上二人の時間を取らないでおくね。他の参加者のことも記録しないとでしょ。私たちがこうして話している間にも、どこかで進展があったかもしれないし。じゃあ、オイラたちは他の参加者のところへ行ってくるぜ。でも、誰を探しに行こうかな。ティナリはもう棄権しちゃったし、セノはさっき会ったばっかだろ。ファルザン先輩のところに行ってみたら？ファルザン先輩は砂漠に結構詳しいって聞いたし、進捗も早そう。よし、じゃあまずはファルザンを探しに行くぜ。
心配しないで。私は平気だよ。はびこりなさい。ところに来てくれた。ここを下へ掘り進めようと思っておったところじゃ。もう地脈干渉器を見つけたのか。この程度の問題でわしがつまずくはずなかろう。砂漠に入ってすぐ、あるプライマル構造体の行動軌跡がおかしいと気づいたんじゃ。それで後をつけてきた。じゃが、この辺りに着いたらいきなり消えおった。すなわち、ここに絶対問題があるということじゃろ。さすがファルザンだな。こんなに早く方法を思いつくなんて。ま、わしは皆よりも経験豊富じゃからな。それはさておき、誰か試合の目標を達成した者はおるのか。ではわしが一番乗りじゃな。ティナリのやつはどうしておった。はあ、なぜじゃ。あいつ砂漠で動くのが苦手なんだ。ふん、あやつにそんな弱点があったとはな。もっと鍛えてやらんと。他のものはどうなんじゃ。ルタワヒストのガキンチョはまだ悩んでおるのか。ティナリがあいつに話をしたんだ。それでレイラは納得して、今はだいぶ良くなったみたいだぞ。セノはさっき出発して干渉器を探し始めたところだ。カサッチはあいつが何を考えているのかオイラたちもわからないぞ。カーベはまだ地脈干渉器を見つけておらぬのか。まだだと思うぞ。見つけたらオイラたちのアラートデバイスが鳴るはずだからな。ふむ、何をあやつはもたもたしておるんじゃ。あやつの実力を思えばこれほど経っても何の知らせもないのは変じゃな。わしの方はもうさほど懸念はない。あやつのところへ行ってくるといい。あはん、来たぞ来たぞ。予感がするんじゃ。もうすぐ良いものを掘り当てられるというな。全部丸見えね。つなぎましょついてくるなって。食料はあれだけしかなかったんだ。もう全部やっただろう。泣いたって無駄だぞ。ないものはない。もう僕が持ってるのは残り半分になった水筒の水だけだ。これはあげられない。
水がなくちゃ砂漠では何もできない。これから僕は探し物をしに行かないといけないんだ。メラック、こいつらを止めてくれ。カーベ、ここにいたのか。ファルザンがお前を見てこいって言うから、それで来たんだ。何してるんだ。説明するだけでイライラするよ。砂漠をまだいくらも進んでない頃からこいつらにつきまとわれてるんだ。なぜだか知らないけど、こいつら試合エリアから離れなくて、その上地脈干渉器のせいで混乱してるみたいなんだ。僕を見るなりつきまとってきて、僕からなけなしの食料を騙し取っていったんだ。ああ、止めてくれって頼んだだろう。カーベ、この空を飛んでるでっかい鉄の塊はお前のなのか。ああ、これは僕の工具箱で、メラックって言うんだ。工具箱？なんか先端技術っぽい見た目だけど。よう、オイラの言ってることはわかるか？ほら、僕って外出するとき何かと持ち物が多いだろ。実用性のある持ち運び可能な工具箱を持っておくに越したことはないからね。でもそいつ普通の工具箱には見えないぞ。話せば長くなる。前に砂漠で仕事をしてた時、あるキャラバンに出会ったんだ。彼らが墓から掘り出した機械のコアだっていう宝物を持っていてね。そのコアはどう見てもキング・デシェレト文明のものだった。キング・デシェレトの技術の由来は未だに判明してないし、ミョーロン派内部でもいろんな説があるんだ。僕たちの現在の理論ではまだそれらの謎を解明できていない。それでこんなに完全なパーツを見られたのも何かの縁だと思って、有金を全部はたいて買ったんだ。少し前、手ぶらで持ち歩けるオート工具箱が欲しくなってさ、ちょうど手元にそのパーツがあったから、それをコアにメラックを作ったんだ。複雑な命令は理解できないけど、僕の助手をしてくれる。僕の代わりに測量とかの仕事をしてくれたりとかね。一番重要なのは口が聞けないこと。グダグダ言って僕を腹立たせることもない。そういえばこないだはアルハイゼンの家に住んでるってこと隠すのを手伝ってくれてありがとう。ひひ、あの時は悪かったな。はあ、こんな生活がさっさと終わればいいのに。そしたら僕の人生だって正しい軌道に戻るはずだ。いつからか生活がどんどん悪くなっていったんだ。母さんがフォンテーヌで再婚しちゃった頃、それか図書館でアルハイゼンに話しかけた頃から。いや、それがアルカサル・ザライパレスのせいで僕の財布が空っぽになって、未だに借金の返済が終わらないせいかな。
いつになったら終わるって言うんだ。よく考えてみたら、お前たちも僕と一緒で運が悪かったよな。地脈の乱れた場所に閉じ込められてしまったのもとんだ災難なわけだし。よし、まずお前たちをここから送り出してやろう。でも河辺も地脈干渉器を探さないといけないだろう。それはそうだけど、こいつらをほっとくわけにもいかないだろう。とりあえずそんなことを考えるのはやめにしよう。頭が痛くなってくる。まずこいつらを送り出してから地脈干渉器を探しに行く。世間話をする時間はもうない。先に行く。河辺のやつって矛盾してるよな。あんなに優勝賞金を欲しがってるのに、助けたい相手は放っておけないんだな。前に会った時から思ってたんだけど、あいつって苦境に陥りやすいたちなんだよな。オイラもこんなこと言いたくないけど、ああいう性格のやつって弱点が多すぎるから人につけ狙われるんだ。目標を達成したみたいだぞ。オイラも気になるぞ。アルハイゼンのところに聞きに行こうぜ。最初に試合の目標を達成しました。一番乗りはセノか。俺はソロン派出身だ。地脈に関する知識なら熟知している。地脈干渉器を見つけることくらいそう難しくもない。旅人とパイモンもついたことなので、セノさん、感想を聞かせてもらえますか。感想か。俺の友人が試合の途中で倒れてしまった。だからこそ俺は絶対に負けられなかった。過去の絆は新たな未来を作り出し、友情の証は俺たちをつないでくれる。この瞬間の俺は誰にも負けない。これは俺の大好きな作品召喚王の中のセリフだが、まさに俺の今の心境だ。ティナリがこの場にいなくてよかったぞ。じゃなきゃあいつの頭を叩いてただろ。気がつけばもうじき夜だね。選手たちの水と食料はそこを尽きる頃、試合もだんだん厳しくなってきそう。似たようなシーンが召喚王にもあったな。王道の展開だ。アルハイゼンさんは何か感想はある？召喚王に対する感想なんかない。
どう考えたってニーロはそんなこと聞いてないだろ。夜の砂漠は昼よりも危険だ。試合もそろそろ終盤だろ。もう残っているのはファルザンとレイラ、カーベだけだ。次は誰が地脈干渉器を見つけてくるかな。あれ、もう3人しか残ってないのか。ティナリは棄権しただろ。セノはクリアしたし。あ、そうだ、カサッチはどうしたんだ。少し前に棄権した。あいつ一体何を考えてるんだ。でもアルハイゼンの言う通り、試合もそろそろ終わりだよな。他の参加者が何をしてるか見に行こうぜ。全部丸。そんなに汗かいてないよね。今取られちゃったらちょっと恥ずかしいかも。今日のような天気は試合に支障をきたすだろう。試合もハラハラな展開になってきました。アルハイゼンさんも選手たちの情熱を感じませんか。選手たちの情熱よりもひしひしと感じられるのは砂漠の灼熱の方だろう。ティナリの事態は極めて賢明な判断だったと言える。大丈夫か。だいぶ良くなった。さっきはアール村の親切さを身に染みて感じたよ。水を丸々2本分もいただいちゃった。必要ならダジャレでも言ってやろうか。それで体温を下げてやるよ。それは間に合ってる。気持ちだけ受け取っとくよ。思ったんだけど、あなたたちもかなりの距離を来てるでしょ。大変じゃない。じゃあここで少し休憩しよう。夜の砂漠は冷えるね。風は砂混じりだし、顔に当たるとちょっと痛い。誰か試合の目標を達成した？一つ目の地脈干渉器を止めたぞ。お前は何か新しい発見はあったか？試合エリアに沿って一周してきたけど、地脈干渉器は見つけられなかった。だけどとても大事なことが分かったの。メーロン派の同級生は確かにいろんな理由で私を学院代表に選んだと思う。私を笑い者にしようって人もいっぱいいるだろうしね。けど本当に私に期待を持ってくれてる人もいっぱいいると思うんだ。みんなの期待に応えたいし、私の名前を書いたこと後悔してもらいたくない。あれ、もうプレッシャーには感じてないのか。プレッシャーならもちろん感じてるよ。
ただ今の私にとってそれはもうやらなきゃいけないことじゃなくて私のしたいことなの。言葉にしちゃうとそう大きく変わったようには聞こえないかもしれないけど、もうリラックスできてるから心配しないで。そうだったのか、よかったな。それでやっとリラックスできたからか、なんだかとても眠くなってきた。少し寝るね。少しだけ。あれ？まだ試合は終わってなかったのね。この子ったら緊張しすぎじゃない？あ、お前は？久しぶり。私も外の空気は久々なの。出てきたからには試合をクリアしてあげないとね。試合の目標は何だっけ？地脈干渉器を探すこと？どれどれ？もう情報はほとんど集められてるから、この子のために最後の締めをしてあげようかな。旅人、パイモン、私についてきて。君たち、こう感じたことはない？星々には奇跡があって、地脈も地脈自体の規則に沿って流れていく。高いところから見下ろしてみると地脈は大地に映し出される星々みたいだと思わない？全ての星の変化を直接観測できるわけじゃないから、些細なところから導き出した推論も結構多い。地脈も同じよ。地下に隠れている部分は元素や音なんかの手がかりをもとに識別できる。その上、今はすでに機械を止めた人が出てるから、前後の変化を見比べればより多くの情報を推測できる。どれどれ、ここら辺かな。これでしょ？今止めたから、ここ一帯の地脈は通常に戻ったはずよ。すごい！さっきも言ったでしょ？これは私の功績じゃない。私はただ、最後の締めを担当しただけ。もう少ししたらあの子も目覚めるはずよ。しばらく戸惑った末に、地脈干渉器を止めたって報告しに行くでしょうね。君たちはもう少しここにいる？それとも、他の参加者を見に行くの？アラートデバイスを確認してみるか。あれ？カーベとファルザンが同じ場所に向かってるみたいだぞ。多分最後の一台を見つけたんでしょう。そういえばカーベ先輩って本当に面白い人よね。え？なんでそう思うんだ？第2ラウンドの試合が始まる前、もう一人の私がカーベ先輩と話したの。そしたらね、悩みは病気みたいなもので、いつも症状に合った薬を出せるとは限らないから、時には自然に治るのを待つしかないって。
でも私からしてみたら、あの人の抱えてる問題の方がもう一人の私よりよっぽど深刻よ。あの時もう一人の私はただ自分のやりたいことが見つけられてなかったから悩んで迷ってただけ。でも河辺先輩にはやりたいことがある。賞金をゲットしなきゃって分かってるはずなのに矛盾した行動をする。二人目の人格なんてないはずなのに、自分自身との折り合いが全然つかないみたいにね。ああいう感じ、うまく説明できないけど、笑ってるように見えるのに心は楽しんでなくて、むしろ悲しんでるみたいな。でもポジティブに考えてみれば、もしかしたら彼の方が私よりも経験豊富だからこそ、こういう問題に対処できるかもしれないわよね。あ、直接現場に行って記録するのよね。君たちにとってはそれがこのラウンドの締めになるはずよ。うん、じゃあオイラたちは先に行くな。お前が言ったことも覚えておくぜ。河辺とファルザン、試合前は自信満々だったのに、結局最後の2人になっちゃうなんてな。でもあの2人どっちが早いと思う？早く行ってみようぜ。